群星ランク下位だった人へ被害最小限の過ごし方伝授。はい、昨日おとといと、6月の運勢ランキングというのを発表しました。で、ランキングですのでどうしても真ん中よりも下の、ランキング下位というのが出てきてしまいます。で、悪いよと言われただけでは、まあ、かえって気分悪いぞってことになると思いますので、はい、悪いけどこういうことをすれば、被害は最小限にとどめられるよというのを発表するコーナーでございます。はい、真ん中より下ですので6、7、8、9位になった方で、順次発表していきますが、6月第6位だったのがメス8の方で、こちらはですね、自分ですぐ判断がつくことでも、目下の意見をちゃんと聞いてくださいと。まあ、あの目下いなければ同僚でもいいし周りの人でもいいんですけども、特に自分よりも下の者の意見を聞いて取り入れることで、被害を最小限にとどめることができます。なるほど。はい、続きまして第7位だったのが命数3の方でございます。はい、でこれはもう単純、でして、筋トレ、ジム行ってでもいいし、うん、自分でやってもいいし、で特にどこを鍛えるかっていうと、背中、背骨、まあ、背中にだから筋肉つけるわけではないんですが、まあ、猫背気味の人が反らせるとかですね、あの背中を、まあ、柔軟に、背筋伸ばす、背骨反らすみたいな感じで、プラスあの背中にいっぱい筋肉つけてもらってももちろん結構でございます。手足ではなく主に背中というのがポイントでございます。はい、はい、そして第8位ですが、第8位命数4の方でありました。はい、でこれはもう本当におまじないチックというか何それって感じなんですが、はい、水たまりを歩いてくださいというふうにまず言います。ほうほうほう。で、まあ、水たまりじゃなくても水を踏むっていう動作普通あんまりないですよね。ないですね。まあ風呂場でね、あの濡れてる床の上歩いたってもちろん水踏んでることにはなるんだけれども、うん、まあ、できれば子供がねよくやるみたいに水たまり見たらもう用もないのに入ってバチャバチャしたがるみたいなね、まあ、大の大人がやってるといろいろ問題かもしれませんが、まあ、あえて避けないで水の上をこう歩いて水たまりを歩いていくみたいなものが、有効です。うん、雨上がりじゃないとできませんね。時期的にはでもちょうどいいかも。ちょうどまあ6月ですからいいかもしれませんが、はい、ということでございます。はい、そして、第9位だったのが命数1の方でございまして、これちょっと言い方語弊あるかもしれないけど、仮病を使ってくださいと、どうか具合悪いですという形を、周辺にアピールしていただきたいと。まあ、本当に病んでても、それをアピールするっていうのでももちろん結構ですが、はい、まあ、闇アピールをしていただきたいよということで、病んでなくっても具合悪いんだという形でアピールしていただきたいと、そういうことです。はい、ね、はい、以上がですね被害最小限の過ごし方伝授でございます。皆さん使って乗り切ってください。そうです。6位から9位の方、特にその下位の方はこれで6月を乗り切りましょう。はい、皆さんなんとか乗り切ってください。そして明日は花会会員もありますのでそちらでプラスに転じてください。先生今日もありがとうございました。はい、それでは我々はお声がかかりますから待ってます。ありがとうございました。